ゼネラルモーターズ、ゼネラルモーターズはアメリカ合衆国の自動車メーカーである。本社はミシガン州デトロイト。略称は GM。20世紀初頭にミシガン州で創業。1930年代から第二次大戦後にかけてアメリカ最大の市場シェアを握り、特に1950年代から60年代には世界最大の自動車メーカーとして繁栄した。 70年代以降は輸入者との競争に苦しみ、低迷、2009年6月1日に、連邦倒産法第11章の適用を申請し、倒産、国有化された。2013年12月9日に、アメリカ合衆国財務省が保有する GM の株式、すべての売却が了し、国有化が解消された。1908年9月16日に、ウィリアムシーデュラントが、 ミシガン州フリントで組織した持ち株会社がゼネラルモーターズである。ビュイックモーター1903年創業の経営を1904年に任されたデュントは社長としてビュイックを全米有数の自動車メーカーに育て上げた。デュラントはゼネラルモーターズ創設後1908年末にオールズモビルを買収し、翌年にはキャディラック、エルモア、オークランド、 後のポンティアックなどを買収して GM の一部とした。その後も GM はミシガン州周辺のトラックメーカーを次々買収するが買収費用がかさんだことにより100万ドルの負債を抱える羽目になった。1910年、デュラントは GM の支配権を失いバンカーズトラストが会社の支配権を握った。デュラントはその後、シボレーの創立。 1911年に関わり、GM の株を買い戻して1916年には、社長に返り咲き、しぼれを翌年 GM の一部とした。彼の復活の背後には、1914年に最初の投資を行って以降、1950年代まで GM に関与し続けたデュポン社の社長ピエール・デュポンがいた。1920年に、 ピエール・デュポンはデュラントを追い出して GM の実験を奪い社長として擁立したアルフレッド・スローンの経営によって現在につながる経営基盤が確立され清掃に揺れたフォードを抜いて世界最大のメーカーとなった商品方針はどんな予算でもどんな目的でもこのために複数のブランドを所有し北米では再下段にレれ 1990年からサターンがシボレーとは別にベーシックブランドとして登場した。また、ジオというブランドが最下層として存在した時期があった、を最上段にキャディラックを位置づけ、シンプルでベーシックなフォードモデル T しか作らなかった。フォード社に対してスタイリッシュでパワフルで高級感のある商品を揃えるという巧妙なマーケティング戦略や19、1919年に設立された、 グマックの金融サービスによるオートローンやクレジットで消費者を引き付け、業界シェアナンバー1を維持し、フォードを突き放した。なおフォードは当初顧客にローンを組ませるという販売方法を拒み、1920年代の後半にようやく似たようなクレジットサービスを提供したが、フォードクレジットというグマックのような新会社が設立されたのはずっと後の1959年であった。 1920年代から1930年代にかけて GM はバス製造会社イエローコーチを買収しグレーハウンド社の創設を手助けした。また GM は1936年に石油会社スタンダードオイルカリフォールニア、ノチシェブロンやタイヤ会社ファイアストーンと共同でナショナルシティラインズを創設し、1950年までに全米各地の路面電車会社や電鉄会社を 買収し、これをバス運送に置き換えていったが、これは後に自動車還元各社による鉄道縮小の陰謀として非難を浴びた陰謀論の詳細と正確性についてはアメリカ路面電車、スキャンダル、パシフィック電鉄を参照。初期のフォードは一つの車種、フォードモデル T だけを世界中で大量生産したが、一方で GM は初期から各々の地域ごとに 多種多様な車種を供給し、そのために南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアなど、世界中に生産拠点を設けた。1925年、大正14年のアジアを視野に入れた、報道車日本進出に続き、1927年、昭和2年から1941年、昭和16年間、大阪、現在の大阪市大正鶴町1丁目。 大阪市8都線船町と線上付近に日本法人日本ゼネラルモータースを設立。死亡霊社のアジア向けノックダウン生産及び販売サービスを行った。昭和初期の日本国内は GM の死亡霊社とフォード社の独占場だった。同じく1925年にはイギリスのボックスホールを買収。1929年3月にはドイツのオペルを80%買収。 3年後の1931年には100%とし、さらにオーストラリアのホールデンも参加に収める。オペル買収でドイツでの自動車製造を利益の大きな重要事業と見ていたが、ナチス対等後オペルは一旦 GM の支配を離れた。子会社ボックスホールなどを通じて戦車など軍用車用を製造し、第二次世界大戦下で連合軍を支えたが、一方でオペルは ナチスの欧州侵攻を支えた。GM 首脳グレアム K ハワードやジェームズ D ・ムーニーらはナチスに個人的に深く関わり、ムーニーは戦争前にヒトラーから受訓するなどしている。1948年11月 GM は再びオペルを支配下に置く。GM は航空機製造にも関心を示し、1930年に コッカーの子会社アトランティックエアクラフトコーポレーション、オブアメリカを買収し、ゼネラルアビエーション部門とし、1933年にはノースアメリカンを買収して、ノースアメリカンを存続企業としたが、1948年に株を公開し、会4回ワイルドキャット戦闘機のライセンス生産後は航空機には携わっていない。第二次世界大戦中には、 M3 サブマシンガンや FP-45 などの重機を製造していた。戦後、1950年代には GM はアメリカ最大の会社となり、1953年には社長チャールズ・ E ・ウィルソンはアイゼンハワー政権の国防長官となった。1955年12月末には GM はアメリカで最初に年10億ドル以上を稼ぐ企業となった。 1970年代以降、オイルショックによって小型車の需要が高まると、それまでアメリカ国内で開発してきた小型車を、オペル、イスズ等の開発協力を得たモデル、T カー、J カー等に代替するなどの販売戦略の転換が進められたが、品質と生産性の悪化が顕著となり、1981年から1990年まで会長職にあったロジャースミスのもと、 様々な取り組みが進められた。1984年には、トヨタ自動車との合弁会社、ヌミを設立し、QC に関するノウハウの吸収に努めたほか、アメリカ国内の工場のリストラ、労働条件の引き下げといった、生産性を向上する取り組みにも着手した。日本車やドイツ車のコンセプトを模倣した、サターニや、高度にロボット化された工場の失敗などはあったものの、 1990年代初頭には一定の成果を見せるようになった。また、1990年代を通じたアメリカの工芸機はフルサイズ SUV ピックアップトラックなどの需要を生み出し、アメリカ国内のシェア低下には歯止めがかからなかったものの、高い利益率は工業席を維持することに貢献した。2000年頃からは、 環境保護問題の高まりなどの外部環境の変化を受け、消費者の思考は再び燃費の良いサブコンパクトカーやハイブリッドカーにシフトしたが、GM は時代の流れに逆行した高い利益率のフルサイズ SUV ピックアップトラックに集中し続け、むしろ小型車部門のオを焦り、縮小させる方向にあった。また2001年のアメリカ同時多発テロ事件直後に、 販売量が落ち込んだ際には生産量を落とさない方針を取ったため次第に在庫が増加。在庫を裁くために販売店へのインセンティブの上乗せや値引き販売を激化させる悪循環に陥り2005年までに企業収益は一気に悪化した。過去の従業員の退職年金や医療費負担なども財務を圧迫し続け、格付け会社からは謝罪を 投資不適格にランク付けされるに至り株価は低迷。株式投資会社の介入を招く事態にもなった。部品調達で密接な関係を持つデリファイコーポレーションが経営危機を迎えた際にも直接救済する体力はなかった。2005年以降は提携先の株式の処分も進められている。10月には資本提携していた富士重工業、当時株をトヨタ自動車へ 売却2006年には、いすず自動車株を売却し、資本提携を解消2006年3月には、鈴木株の大半を売却し2008年11月18日付で、資本提携を完全に解消した。こうした株式の処分は、特別利益となり、経営体質の改善に直結するが、一方で GM の伝統である地域ごとに、 さしたような車種を生産し融通し合うという特徴、サブコンパクトカーの開発、生産は、鈴木愛鈴賀になったを薄めることであり、今後の商品開発力低下を危惧する見方もある。2006年7月には、カークカーコリアン率いる投資会社、トラシンダから、ルノイコールニッサンアライアンスとの提携を推奨され、協議に入ることが大々的に報じられたが、 GM 市の部には提携の意思はなく、同年10月中に破断し、交渉は終了している。2007年の自動車販売台数は、トヨタ自動車グループと僅差で、世界一、937万台であったが、ガソリン価格の高騰、サブプライムローン問題に橋を発する世界、金融危機の影響で、北米での売り上げが大きく落ち込んだ。その結果、 2007年度決算で3兆円という途方もない額の赤字を生むこととなった。また、2008年上半期には約77年間も守り続けた販売台数世界一のザムトヨタを明け渡した。GM は巨額の年金、退職者医療の債務を抱え、債務超過に陥り、株主配当も停止され、金融市場から債権発行による 資金調達も困難な状態にあった。GM の純損失額は2005年105億6700万ドル、2006年19億7800万ドル、2007年387億3200万ドルであった。2008年第1四半期から第3四半期までの財務データは売上高1186億ドル、営業損失139億ドル、 純損失213億ドルであり、第3四半期終了時点で、負債総額は1703億ドル、CDS 残高2000億ドル、債務超過額599億ドル、手元資金162億ドル、3ヶ月のうちに50億ドル、減少であった。2008年第3期の売上高は前年同期比13%減の379億4100万ドルであった。 2008年10月の GM の新車販売台数が前年同月比45%減になる状況の中、10月31日に米国財務省は GM とクライスラーの合併に必要なリストラ費用100億ドルを2008年に成立した緊急経済安定化法から支出することを拒否し GM はクライスラーとの合併協議を中断した。格付け会社 S&P は GM の格付けを B- から CCC に格下げし、見通しもネガティブとした。2008年11月11日には株価が2.75ドルと1943年以来65年ぶりの安値になった。11月の GM の新車販売は2ヶ月連続の4割減、マイナス41.2%だった。GM はフォードとクライスラーと共に、 アメリカ連邦政府に金融支援を含んだ自動車業界救済法案の採決を求めたが、金融支援を受けるのに必要な経営再建策に具体性がないことなどを理由とし、議会は11月に採決を行わなかった。そこで GM ら3社は12月1日に経営再建策を議会に送付し、上院と会員で公聴会が開かれた。会員は、 自動車業界救済法案を12月10日にまとめ、本会議で可決したが、選挙前の勢力分布で白昼していた上院では、修正案を採決に持っていくための投票で必要な60票が取れず、12月11日に廃案となった。議会での自動車業界救済法案の不成立を受けて、ついに、ブッシュ大統領が介入し、12月19日に、 緊急経済安定化法の成立で運用が始まった不良資産救済プログラム7000億ドル分のうち議会承認済みの3500億ドルの中で未使用であった150億ドルを活用して GM に134億ドル、クライスラーに40億ドルの合わせて174億ドルのつなぎ融資を実施することを決定した。実際に GM には2008年12月31日に40億ドル、2009年1月21日に54億ドル、2月17日に40億ドルの3段階に分けた合計134億ドル、クライスラーには2009年1月2日に40億ドルの、総額で174億ドルのつなぎ融資が実施された。オバマ政権発足後も危機は継続し、2009年2月20日には、 子会社のサーブオートモービルが、スウェーデン政府からの公的支援を拒否されたこともあって、事実上の経営破綻に追い込まれた。2009年4月には、アメリカ政府は新たに GM に50億ドル、クライスラーに5億ドルの合わせて55億ドルのつなぎ、融資を実施することを決定し、実際に4月末に、クライスラーへの5億ドルの融資が実施れた。 しかし会社側と債権者の債務削減交渉が5月26日深夜にまとまらず、翌27日に交渉の打ち切りが発表された。結果、米政府が支援を継続する条件を満たせなくなる見通しが強まり、この影響により29日のニューヨーク株式市場では、GM 株価が急落し0.75ドルで取引を終え、 1933年以来76年ぶりに1ドルを割り込む形となった。2009年6月1日、GM は連邦倒産法第11章、日本の民事再生手続きに相当する制度の適用を申請した。負債総額は1、728億ドル、約16兆4100億円。この額は製造業としては世界最大である。同時に、 アメリカ政府が60%、カナダ政府が12%の株式を保有する事実上の国有企業として再建を目指すことになった。メディアから社名の GM はガバメントモーターズと揶揄された。ニューヨーク証券取引所は GM の連邦倒産法第11章の申請を受け2009年6月2日の取引開始前から同社株を売買停止。 上場廃止とした。ティッカーを GM から GMGM GM 級に変更した。これを受けて、ダウ・ジョーンズは、同社が算出、公表する、ダウ工業株30種平均構成名柄から、GM を除外した。2009年7月10日、アメリカ政府が61%、残りを全米自動車労組、ユナイテッド・オートワーカーズ。 UAW やカナダ政府などが保有する新会社が設立され、QGM は社名をモーターズリキュデーションカンパニーに解消するとともに、新会社に有料資産等を売却する手続きを完了。新生 GM が正式に発足した。これを受け、モーターズリキュデーション、ティッカー、GMGMQ の株価は37%急し、40日ぶりに1ドルを超えて終えた。 なおモーターズリキデーションは7月15日にティッカーを GMGM9 から MTL99 に変更している2011年3月31日マルックに再変更2010年11月18日新生 GM は旧 GM 破綻前のティッカー GM を引き継ぎニューヨーク証券取引所に上場を果たした2013年12月9日に アメリカ財務省は、これまで保有してきた GM のすべての株の売却を完了して、GM の国有化を解消した。公的資金として投入した500億ドルのうち、390億ドルは株式の売却で回収し、残りは GM の資産の売却で回収した。2014年1月、大手自動車メーカーでは、初めての女性のメアリー・バーラが CEO に就任。 2014年2月、GM は大規模なリコールを発表。その後、このリコールに関してリコール学士の疑惑が表面化した。バーラ CEO は、同年4月1日に、会員エネルギー、商業委員会の公聴会に出席し、破綻以前の2001年の段階で不具合を把握したことを認めて陳謝した。これは、エンジンが停止して、ハンドルが動かなくなったり、 エアバッグが作動しなくなったりして死亡事故にもつながった欠陥が存在すると知りながら10年以上も放置していたという悪質なもので2014年5月16日運輸省は制裁金3500万ドルを課したこの欠陥が原因で13人が死亡しているとゼネラルモーターズは発表しているしかしロイターの調査などによると 少なくとも74人が死亡した疑いがあるとされる。ただ、ロイターの調査は、交通事故分析報告システムで、疑わしい事故を調べるという方法のため、正確なものとはならないという指摘されている。ゼネラルモーターズは、この欠陥について、経営陣は把握してなかったとして、組織的隠蔽については否定している。2014年6月16日時点で、 すでに2014年内のリコールだけで30回以上、リコールした台数は2000万台を超えた。2015年9月17日、リコール問題について、ゼネラルモーターズは9億ドルの罰金を支払うことで、司法当局と和解した。2017年に、ドイツのオペルとイギリスのボックスホールを PSA、浮上トロエに売却し、欧州市場から撤退した。 GM 北米乗用車、トラック部門担当副社長、機関ブランドのシボレー事業部長から昇進。日本風に言えば、専務に48歳でなったジョン・デロリアン。彼が作ったデロリアン DMC-12 は、映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーにも登場しているわ。財務部門との内部構想に敗れ退社し、晴れた日には GM が見える。現代、ONA クリアで AU ・キャン・シー・ジェン・ナール・モーターズ。 1979というインタビュー記録、本人不承認が出版された。その中で特に強調されているのは、外部や内部からの忠告、提言をたとえどんなものであっても拒絶する姿である。強く印象に残る内容は経営学者、ピーター・ドラッカーが GM を研究した好意的な著書、会社という概念、1946年で書かれた、戦後期には、組織、事業、 目標を見直す必要があるという恩恵記述に対して起こった GM 内部の噴劇である。GM は世界一なのだから批判はもってのほかという理屈である。また最上層部14階には自動車産業運営の知識と経験と能力がないと書いている。ジャーナリストのデビッド・ハルバーステムは覇者のおごり、自動車、男たちの産業史原著 1986年で GM をはじめとするビッグ3がおごり高ぶり、その結果として日本車の構成に徐々に破れるも改革を拒む姿勢を描いている。消費者運動家、ラルフ・ネーダーがどんなスピードでも自動車は危険だというシボレー・コルベアの欠陥を告発した本を出版した時 GM から探偵の尾行をつけられ、GM は議会で謝罪する事態になった。 後で分かったのは、この活動は最上層部の承認なしに自動的に行われたということである。GM は批判をいろいろな手段で抑圧する会社と見られた。ネイダーは極めて禁欲的な人間であり、全く弱みを見つけることはできなかった。現在の GM は、それらは昔の GM であり、今の GM とは異なるという立場を取っている。しかし、 2014年に発覚した大規模なリコール学史により、税金によって救済されても、ゼネラルモーターズ隠蔽体質は変わっていないと批判されている。GM の研究開発は各部門でも行われるなど様々であったが、1949年からミシガン州デトロイト近郊のウォーレンに、エイロサーリネン設計の GM テクニカルセンターの建設を始めて、 1五十五年にアイゼンハウアー大統領も隣席のもとに会所した。このテックセンターは七百十エーカー、二百八十七ヘクタールの広大な土地にビル三十八棟があり、二万千人が働いている。各棟には研究開発、夜勤、事務所展示、デザインセンター、ザレグ、湖、技術センター、中央カフェテリア、生産技術、 A&B 部門などがある。GM 研究開発はここを中心に、他の GM 研究施設6カ所、科学関係施設6カ所、世界の大学、政府関連機関、サプライヤー、パートナーなどとの連携で進めている。これまで1970年代からの T カー、J カーのようなグローバルプロジェクトがあったものの、基本的には北米、 欧州の2、オーストラリアを含めると3国体制で、それぞれの市場に向けた車種の発、生産、販売を行い住み分けを図ってきた。近年ではここに韓国が加わり、全世界、全ブランドにおける、プラットフォームレベルでの融合が加速している。さらに、これまでは北米、欧州由来の GM 車を生産していたに過ぎなかった、第三世界における拠点、 ブラジルや中国など、や、車両開発能力がありながら国内、あるいは、オセアニア地域限定の展開と待っていたオーストラリア、ホールデンの主導で開発されたプラットフォームやモデルが、グローバル市場向きに輸出されるなど、これまでになかった、新しい展開も見られる。主に、ツーリングカー、スポーツカーレースを中心に活動している、アメリカ国内最高峰のナスカーカップ戦では、 古くから、オールズモビル、ビュイック、キャデラック、ポンティアック、シボレーなど多くの GM 社が勝利、タイトルを獲得しており、中でもシボレーは、デートな500カップ戦でフォードを大きく引き離して、歴代最多チャンピオンブランドとして君臨している。2018年現在は、ヘンドリックモータースポーツ、チップガナッシュレーシングといった競合チームが、シボレーで参戦している。なおシボレーエンジンは、 ヘンドリック・モーター・スポーツとイーシア・リチャード・チルドレス・レーシングのエンジ部門が開発を担当している。プロトタイプ・レーシング・カーでは、1965年にセブリング12時間、1969年にベートナ24時間を絞れエンジン搭載者が制したのが最も古い記録である。その後は、欧州勢の躍進によりなりを潜めたが、グループ C 終焉以後に復活。 アメリカンルマンシリーズにキャデラックノーススター LMP で参戦したほか、2012年からグランダムシリーズにコルベットを模したベートナプロトタイプ、コルベット DP で参戦、ユスシ,シー・ユナイテッドスポーツカー選手権も含めて2016年まで選手権を6連覇した。2017年にダッピー規定が導入されると、ブランドをシボレーからキャデラックへとスイッチ。 シャシーは規則により、ダラーラとの共同開発で、エンジンは、ダッピーの4メーカー中唯一大排気量自然吸気、円を搭載する。このマシンは、コルベット DP 時代と全く変わらぬ圧倒的な速さで、デートな24時間、セブリング12時間、選手権すべて制覇した。2018年現在は、アクションエクスプレス、ウェインテイラーレーシングが、キャデラックダッピーを運用する。 また2017年まで存在していた折れ高かかい LM09 のワンメイクである LMPC クラスにシボレーの V8 自然吸気エンジンを供給していた。GT カーでは1999年にコルベットレーシングを組織してシボレーコルベットでルマンデートナセブリングに毎年参戦し続けている。コルベットレーシングはフェラーリポルシェ相手に全く譲らず。 これまでに8ドルマンでクラス優勝を飾った。また PWC ピレリワールドチャレンジにはシボレーカマロのほか、キャデラックやポンティアックのマシンで参戦している。世界各地のツーリングカーレースにも参戦しており、A、BTCC にはシボレーボックスホール、オペルニ2社は2017年に PSA に売却、ストックカーブラジルとアルゼンチンのスーパー TC2000、シボレー、 欧州スーパーカーシリーズ、QV8 スーパーカーは、ホールデンブランドがそれぞれ活躍し、スータのタイトルを獲得している。また、世界選手権の WTCC にも2005年に、シボレーブランドを欧州に復活させた際に参戦を、開始、イヴァン・ミュラーとロバート・ハフにより、2010から2012年に、ドライバーマニュファクチャラー連覇を達成した。2013年以降は、 マニファクチャラーとしての参戦からは撤退したが、プライベーターの RML が、シボレークルーズを開発、供給することで存続し続け、2013年はワークス勢を差し置いてミューラーがドライバーズタイトルを獲得している。1回に参戦したことがないが、北米オープンホイールの最高峰、インディカー、チャンピオンシップカーにはたびたび登場している。 1986から1993年には、インディ500で6連勝を飾り、同期間のカートでも1993年を除いて5連覇を達成している。その後、シボレから、オールズモビル、オーロラへとブランドをスイッチし、こちらでも1997年から2002年の、アイダインで500を5連覇している。その後2005年に撤退したが、V8 自然吸気から、 V6 ターボとなる2012年に復帰。ライバルのホンダをパワーで圧倒しており、2017年現在、復帰以降の選手権では2013年を除きすべてチャンピオンエンジンとなっている。ラリーではグループ4及びグループ B 時代にオペルが WRC に参戦し、1982年にバルターロールがドライバーズタイトル、1993年の f i a 2リッターカップを獲得しているが、それ以外はほとんど記録はなく、地域ラリーでも GM 車を見ることは少ない。他方ラリーレードやオフロードレースでは GM 製ピックアップトラックが見られる。1915年、大正4年創業の柳瀬自動車、現柳瀬が輸入代理店として GM のビュイック、キャディラックの販売を開始。当時の呼び方は、ビュイックは、 ビューイク号、キャデラックは、カデラック号だった。後ボレー号も販売開始。1925年、大正14年、フォードが日本に進出し、神奈川県横浜市に、組み立て工場を開業した。GM は1927年、大阪市大正区鶴町、現在の鶴町一丁目、大阪市8線船町と線上付近に、日本法人の、 日ゼネラルモータースを設立し、組み立て工場での死亡霊社の完全、ノックダウン生産と販売を行う。報道同様、日本だけでなく、中国など、アジア全体を視野に入れての進出だった。日本における影響は大きく、全国にわたる自動車販売サービス、販売、整備もを構築し、以後の自動車販売業界はここから発展したもので、ある。昭和初期の日本国内は、 GM の死亡ー車とフォード社の独占上だった。1936年、昭和11年の自動車製造事業法施行により、国産メーカーのみに大量生産が許され、発展の余地がなくなり、1941年、昭和16年、太平洋戦争改正の年に、日本から撤退。第二次世界大戦後、再びアナセが、 日本市場の販売代理店を長期間務める一方、車種によっては西武自動車販売、日英自動車、東方モーターズ、三井物産オートモーティブも GM 車販売に参入してた。近年の日本法人は日本ゼネラルモーターズ、GMJ とゼネラルモーターズ、アジアパシフィックジャパン、グマプチの2社体制であったが、2011年、平成23年に、 両者は合併し、ゼネラルモーターズジャパンとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。